はい、どうもこんにちは。じゃあ今日もみんなの日本語のレッスン3を参考にしながら練習していこうと思います。今日のゴールは、ご出身はどちらですか。この練習シートは下からダウンロードできるので使ってみてください。 Example dialogue Person A and B. I'm a person S. ご出身はどちらですか。 Person B. 私の出身はタイです。By using this vocabulary table, please try to make sentences. Say the sentences around immediately. I'm not sure how to do it. The example ね、personal essence. ご出身どちら question. ご出身どちら question essence. ご出身はどちらですか。ご出身はどちらですか。personal ね。私出身タイ。私出身タイ、ビジネス。私の出身はタイです。私の出身はタイです。じゃあ、クエスチョンはね、パーソンへ。ご出身どちら？クエスチョン、エッセンス。ご出身はどちらですか？ご出身はどちらですか？パーソンみね。私出身東京。私出身東京。いいです。私の出身は東京です。私の出身は東京です。じゃあ、クエスチョン2ね、バーソンエッセンス。ご出身どちら？クエスチョン、エッセンス。ご出身はどちらですか？パーソンミネ。私出身マレーシア。私出身マレーシア。パーソンビジネス。私の出身はマレーシアです。私の出身はマレーシアです。じゃあクエスチョン3ね、パーソンエッセンス。ご出身どちら？クエスチョンエッセンス。ご出身はどちらですか？パーソン B ね。私出身中国。私出身中国。ビジネス。私の出身は中国です。私の出身は中国です。じゃあラストはクエスチョンフォーね、パーソンエッセンス。ご出身どちら？クエスチョンエッセンス。ご出身はどちらですか？パーソン B ね。私出身大阪。私出身大阪。ビジネス。私の出身は大阪です。私の出身は大阪です。じゃあこれで今日のスピーキングの練習は終わりです。で次は4番目のステップとしてライティングの練習もあるので挑戦してみてください。じゃあありがとうございました。